梅の井にいてどうしたんだと泰蔵が辺りを眺め回した「客がいねえじゃねえかみんな帰っちまったのか」反対の向こうに腰掛けている男は何か言おうとする様子だったが言葉が出てこないのだろう具合悪そうに自分の杯を取り のろのろした動作で酒をすすった「もう酔ったのねおじさん」と言いながら酒を持って女がこっちへ来た「こんな雨の晩に酔いのうちから来る客はないよ」「酔いでなくていつ来るんだ」はいお酌女は泰蔵の横にかけて彼に酌をしてあったそれは言うまでもないじゃないの。 こんな晩は白壁町へ泊まりに来る人しきゃこやしないわ。知っているくせに。おめえ、なんて名だっけ幾度聞くのよ。あたしはお、と、み。ふん、めずらしい名前だ。と大蔵が言った。おたかはどうしたあっちで泣いてるわよ。知ってるくせに。 それじゃあ、むつだな。むつはんすぎよ。女は勝手に自分で酒好きを取り、手酌で二つきれいに飲んだ。どうしてあたしの名が珍しいのさ。ときに今の話だが。と泰造は差し向かいにいる男に言った。おめえ、石打ちってことを知ってるか男は考えてみて、 それからのんびりと頭を左右に振った。男は四重絡みで、ふる合わせに女物の,のような襟付きの斑点を羽織り、素足にちびた草履を履いている。丸顔でまばらに武将ひげが伸び、口を開くと黄色っぽい丈夫そうな歯が見える。しかし、めったに口を利くことがないので、 その丈夫そうな歯も人の目につくことは稀であった。太蔵はいくたびか見たことがあるし、そのたびに強く好奇心をそそられた。その歯の丈夫そうなことと、黄色っぽい色がどうしても不自然であり、不気味にさえ感じられるからであった。おめえ、格さんてったっけなと太蔵は男に聞いた。 ううとう,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 うなって男は考えてから答えた「角次郎」って言うんだ女がまた手酌で飲みながら言った「このおじさんは人の名前をすぐに忘れるんだよ石打ちっていうのはな角さん」と泰造は話を戻した手ごろな小石を投げて木の枝に止まっている鳥を落とすことなんだ バカバカしい」と女が言った「そんなこと子供の遊びじゃないさ」「四十尺ぐらいの高さなら俺はどんな小鳥だって落としてみせる」と泰造は酒をすすってから自分にうなずいた「山じゃこの俺にかなうものはねえんだ」客が一人入ってき女は立っていった。 太蔵はその女の後ろへ酒を忘れるなと言い眉をしかめて舌打ちをした「嫌な女だきっと白壁町にでもいたんだろう」と彼は言ったあの女に比べればおかなんか大棚のご心臓と言ってもいいくらいだぜ今は奥で泣いてるがなおめえおかが毎日 今自分になるとどうして泣くか知ってるか男は考えてみて、それから頭を振った。お高に惚れて毎日通ってくる客があった。と大造は言った。お高の方でも惚れてたそうだ。相手は瓦を焼く職人でもちろん独り身だった。男っぷりは良くなかったが、まあそんなことはいいさ。 ともかく毎日決まって六つごろになるとこの店へ来ておたかの尺で半時ばかり飲んでいくんだ。それがおめえ半年ばかり前からばったり姿を見せなくなった。石打ちの話のことだが、と男がおずおず口を挟んだ。それも話すが、まあ聞け。太蔵は、 空になった杯を持った手で男を静止するような手振りをした。お高は待った。辛抱強く待ったが男は来ねえ。たまりかねて訪ねて行ってみると男はとっくに死んでいたんだ。どうしてだかわからねえ。瓦を焼く釜の中で死んでたっていう。体には傷一つねえし病気があるわけでもねえ。 ある日ただ瓦窯の中で体をくの字なりにして死んでたってわけだ。どうして死んだのか詮索するものもなかったんだろう。今では同じ職人仲間でもみんな忘れちまってるだろうが、おたかには忘れられねえんだな。それからってものは毎日夕方の今時分になると奥へへって一人で泣くんだ。 ほんの半時くれえのもんだがその間は誰も近寄せずに一人でそっと泣いてるんだそうだオラ見たわけじゃねえがねさっき来た客が何かしたのだろう向こうで音美という女が矯正をあげた角次郎と名のある男は唇をなめいかにも待ち遠しげな目で大造の顔をじっと見つめた 犬か猫が食べ物を見るときの目つきだなと大蔵は思った。尻尾があったらきっと力いっぱい振ることだろうとも思った。そこでだ。ほら声っかぎり怒なった。ほら石打ちの名人だってよ。そこまでは聞いた。話の腰を折るな。と言ってタ蔵は 手弱でで、つ飲んでそうしてオら川端へ飛び降りたそこは幅が三尺ちょっとくらいしかねえ片方は早瀬の深い流れだし片方は六七尺高い包みを見るとおめえ今話した二人の人を中にこっちから二人川上の方から一人みんな刀を抜いて詰め寄ってるじゃねえか。 挟まれた人はどっちも脇差しだった。俺は石を打って助立ちをするつもりだったが、刀の光を見た途端に足がすくんで身動きもできなくなった。俺の知っている若い旦那が、タイ後ろを詰めろと喚いた。その声は聞こえたが、体が言うことを聞かねえ。森の中では、 これでもあだ名のついた暴れ者で、四人や五人を相手に喧嘩をしても負けねえ男だ。もっと若い頃には、三刀を抜いた相手を叩き伏せたこともあった。けれども、侍が刺している刀を抜いたのは見たことはねえ。侍の刀があんなにおっかねえもんだとは思わなかった。それだけじゃねえ。と泰造は続けた。 ほら、目がつったようになって、細かいところは点でわからねえが、おらの知っている若い旦那は、すげえ使い手でよう。脇差しの刃がキラキラっと光ったと思うと、一人、また一人と、胸のここんところを突き刺されて、流れの中へ真っ逆さまよう。キラッ、キラっとこんな風にな。彼はそんな風な手真似をした。 相手の3人は長い刀だ。今言ったように足場が狭いから長い刀じゃうまく使えやしねえ。若い旦那はそこをうまくさばいたんだな。自分も一刀やられたがあっという間に三人とも片付けちまった。石打ちはなしか。石打ちはなしさ。と泰造が言った。 あの若い旦那には初めっからそんな必要はなかったようだ。向こうでお富と飲んでいた客が静かに立ってこちらへ歩み寄り「おい面白そうな話だな」と大造に呼びかけた。「実に面白そうだ」と江戸訛りで言ってその男は大造の前へ腰をかけた。 一つ詳しく聞かせてもらおうかね。9-12月に共和と改元された翌々年の10月中旬三浦門戸の章は一人で密かに帰国した途中の宿でも江戸の上商人と記した通りすっかり町人姿になり上下へ帰ると その足で仁山村を訪ね、千円の隠居所にわらじを脱いだ。手紙で知らせてあったので、来ることは分かっていたが、モ戸のノの変わった姿を見て、千円は面白そうに顔を崩した。よく似合いますな、と老人は言った。その町人曲げも板についている。 大和金土の手代という見当ですかな今日から米村家の庭子ですその用意もしてあるが長屋では不自由だろうから小屋のできるまでこの隠居所にいてもらいましょうそれでは怪しまれはしませんか千円は首を振って同じ屋敷内では隠す方が無理です せがれの正左門にもよく言い含めましたし、男どもにも事実を告げました。ここに奉公している男どものことはご存知でしょう。公害を禁じられれば、たとえ朗読にかけられても口を割るようなことは決してありません。それは安心してよい、と生円が子供投げに言い、門戸の将もそれは信じていいと思った。 夕下には当主の星左門も隠居所へ来たし、給時には星左門の妻が座った。さえというその妻女は、もう3人の母であるし、年も30歳より下ではないはずだが、柔らかく温かそうな体つきも、頬の丸いにこやかな顔つきにも、健康と満足感と、そして娘のようなみずみずしさがあふれていた。 食事は一十二歳の簡素なものだったが終わったあと千円の居間へ移って酒になると珍しい魚がいろいろと並んだくるみと一緒にたたいたうずらの蒸し物あぶったつぐみ干した落ちあゆの煮浸しにこの土地でひめたけと呼んでいるきのこと名の汁そしてなめみそなどである。 もつぐみも星左門が取ったものだしくるみもきのこも自分の山のものだそうであったきが一回りすると星左門と妻女は母屋の方へ去った「うずらはこうして食べるのが一番うまい」と老人は言った「つぐみも炙り焼きに限るもちろん知っているだろうがね」 初めてです。門戸の将はつぐみをもてやました。手で持ってかじりなさい。千円は自分でやってみせた。敷いてある木紙で足をこう持ってこんな風にかじりつくんです。山ガのものは不行儀に食べるのが行儀で、鮭なども頭からかぶりつかなくてはうまくないのだ。 と円は孫にでも教えるような口ぶりで言った「酒はまだ相変わらずのようですな」「江戸では随分飲まされましたが生まれつきなのでしょう少しも手が上がりません私は強くなるばかりでしてな」と言って老人は苦笑いをして宗源寺の和尚などと顔が合えば 二人で二章は軽く開けます。せがれや嫁がしきりに意見をするんですが、なあに、もう年も年ですから、いくら養生をしたって、あと五十年生きられるものでもなし、飲みたいだけ飲めるのを家宝だと思っているようなわけです。失礼ですが、とモンドノが真面目に言った。 「私がお相手をしていなければいけないのでしょうか?」「そんなことはない」「老人は指の長い大きな手を振った」「あなたは長旅でお疲れだろう」「いつでも退散して寝てください」「だがその前に伺っておきたいことがある」「いったい殿様は何を考えていらっしゃるのか」「二股に飲み小屋を建て」 お前様を忍び姿で帰国させ後からも人が来るというこれは一体どういうことですかあなたはと言ってモンドノショは目を見張り千円の顔をいぶかしげに見守ったあなたはそれをご存じないんですか知らないかってこの私が何か知っているとでも言うんですか 将の,の顔に当枠の色が現れた。千円はすべてのことを知って自分のために便宜を図ってくれるものと思っていた。事前に事が漏れたら重臣たちから猛烈な反対が起こり計画が潰されることは明らかだったからだ。しかし千円の了解なしにはこれからのことは何もできないしそれこそ 手も足も出ないという結果になるだろう。殿はどうしろとおっしゃるのか自分の一存でやっていいのだろうかとモンドノショは迷った何を考えておいでだと千円は酒を飲んでから言ったこの年寄りの聞いたことはそんなに難しいことですかな私は、 と、モンドノショは舌が重くなったような調子で言った。あなたが死災を知っていらっしゃるとばかり思っていたものですから、私の知っているのは、二股に飲み小屋を建てること、老人は一つ一つ指を折るように言った。お前様が忍び姿で来ること、後から幾人か人が来ること、これらを、 城下の者に知れないように注意すること、それだけです。無論藩主の命令だから、その通りにするつもりであるし、小屋もほとんど出来かかっている。殿様に命ぜられたからした、と言えば済むことかもしれない。だが、身の年の騒動この方、この藩には納得のいかない出来事が続き、何がどうなっているのか、 これからどのようになるのか、今のところ全く判断がつかない。断っておくが、仁山村の米村家は七百四年の伝統があり、今藩内の紛争に巻き込まれて、危険な綱渡りをするわけにはいかない。大名には違法ということもあるが、百姓がうっかり巻き込まれると、 704年にわたる伝統が断絶するだけだからだと千円は言ったこの事情はわかっていただけるでしょうと老人は細めた目でモンドノショを見た一体殿様は何をなさろうと言うんですかモンドノショは汗をかいた今答えなければいけませんか 人間はいつ死ぬかわからないものです。千円はニッと歯を見せた。明日の朝起きてみて生きていれば生きていることだし眠ったまま二度と起きないこともあるでしょうからな。老人は本気なのだろうかと門戸の章は自分の目や耳を疑った。少年時代から知っている米村千円は もっと古んでおよそ物にとらわれることのない温厚な人であったそれが今は全く違う704年の伝統米村家の安否などということを持ち出し危険なことは避けたいという意思をあからさまに主張している阿部の家の蔵書の中には米村家の記事もありそれには 土着してから304年ということが年貢帳によってはっきり記録されている。千円も無論読んだことだろうし、読んだことを忘れるほど猛獄したわけでもないだろう。とすれば、事の司祭を知って、すでに反対する立場を取っているのかもしれない。いずれにしても隠しておけることではない。とモンドノショは決心した。 わかりました。もう結構。戸の将が話し出すとすぐに千円はそう言って静止し持っている杯を見つめながらつぶやいたではお前様はとうとう殿様を解き伏せなすったのですなずっと以前に申し上げたことがありますこの私も聞いた覚えがあるもちろん 少年の夢物語だと思って聞いたまでだが、今でも夢物語だとお考えですか。殿様はどうです。と言って老人は避難するようにそっと首を振った。さっきも申し上げたように、五家中には複雑な問題が重なりあって、いつまたどんな騒ぎが持ち上がるかわからない。捨てのを開拓するために、 席を作るということはその事業のよし悪しだけでなくご政治の他の面に大きな動揺を呼び起こすと思わなければならない現に何十年か前にもそういう案の出たことがあってすぐに潰されたことは知っているでしょうこれらの事情もよく計算した上のことですかなどうです 正もまた飛騨守に反対したのだ。今はその時期ではない。藩の経済事情だけを考えてみても、今その事業にかかることは無理であり、内外から強い反対が起こるだろう。関のことはもう少し延期してもらいたいと口説いた。だが、江戸へ行って3年暮らすうちに、それまで知らずにいた多くのことを知り、 彼自身も成長した。家中の人事葛藤政治の力の動き方反差を極めた派閥の争いなどそしてそれら全てのことが世間につながり自制に影響されざるを得ないということも見えるようになった藩の財政は豊かで領民の生活も安定しているという。 共作と対価と交付の出費とで相当な負債ができたけれども返済に困難するというわけではない確かに正式の図表はその通りであろうこの領地の恵まれた気候と林業盛んな農産業を考えれば悲観するような材料はほとんどないと言っていいしかしモンドノショは その図表の裏にあるものまたはその図表を支えているものが何かということを理解し始めたのであるしかも彼の目をそちらへ向けたのは飛騨神正治であった「江戸へ着いてから間もないあるよ研ぎに当たった門戸の章に正治は一枚の紙を渡して読んでみろ」と言った 門戸の章が読んでみると次のような長唄が達筆に書いてあった「風交え雨降る夜の雨交え雪降る夜はすべもなく寒くしあれば片潮を取りつつ白いかつ湯酒打ちすすろいてしわ深い花びしびしにしかとあらぬひげかきなでて」 バレを起きて人はあらじとほころえど、寒くしあればあさぶすま、引かがぶり、ぬのかたぎぬ。ありのことごときそえども、寒きよすらを、バレよりも、貧しき人の父母は、上え子ごゆらむめこどもは、によびなくらむこのときは、いかにしつつか長世はわたる。 雨土は広しといえどあがためは、柵やなりぬる、ひつきはあかしといえど我がためは、照りやたまわぬとみなか、あれのみやしかる枕葉に、人とはあるを人並みに、あれも作るを綿もなき、布片着布見るのごと、わわけ下がれるかかふのみ、 肩に打ちかけ不せい用の、曲げ用のうちにひたつちに、わらときしきて父母は、枕の肩に目どもは、足の肩にかくみいて、うれえさまよいかまどには、苔吹き立てず古式には、蜘蛛の巣かきていいかしく、ことも忘れてぬえどりの、 のどよい犬に糸のきて、短きものをはしきると、言えるがごとく、しもととる、さとうさが声は寝宿まで、き立ち呼ばいぬかくばかり、すべなきものか世の中の道。そして終わりに、世の中を、うしとやさしと思えども、飛び立ち加熱。 鳥にしあらねば、という短歌が記してあった。山上大倉の上奥良の貧窮問答という歌だ、と正春は言い、歌われていることの意味を詳しく解読してくれた。問答の章は初めて読んだので、それが千年以上も昔の人の作だとはちょっと信じかねたくらいであった。これは、 オクラが自分のことを歌った歌ではない、とマサハルは言った。この時オクラは畜前の神に任せられていて、太宰府の祖地だった大友のタビトラと歌いを催したり、主演を開いたりしたらしい。国師にふさわしい生活をしながら、彼は住民の貧しさをつぶさに見、自分のことのように感じたのだ。 俺は同じことを自分の寮内で見た。ひそかに見回りを繰り返したのはそのためで、平安無事と信じられている寮内の至るところに貧困と病苦と悲惨な生活があるのを知った。二度目の国入りにはモンドに友をさせなかったから多分実際のことは知らないだろう。だが百姓でも町人でも、 大多分はギリギリ一杯の暮らしをしているし病気にかかっても医者はおろか売薬さえ買えないものが少なくないのだ。俗に東照公は百姓は死なぬ程度に生かしておけと言われたそうだと正治はさらに言った「もちろん根拠のない俗説だろうが家康公の言葉の真意には関係なく」。 死なぬ程度に生きている者たちがいかに多いかということを自分で見回ってみて初めて知った。どうしてそんなことがあり得るのか。農民は小売奉行、町民は町奉行によってそれぞれ保護をされ監視されているはずだ。にもかかわらずこういう生活が見過ごしにされるのはなぜか。 原因はは単純ではないだろうだがまず挙げなければならないのは現在の状態によって利得をする者がその状態を存続させようとするところにあるということだ。能・三・商業の根元を握っている大地主五人衆と言われる大商人そしてこれらに支えられている藩の重臣たち。 彼らには現在の状態を保つことが己の安泰を保つ唯一の道なのだ。その均衡を破らなければ何一つ改善することはできないのだ。その均衡を破る方法の第一が石を作ることだ。と正治は言った。三万坪の神殿を開いても大した役には立たないかもしれない。 だが、幾組かの百姓が自分の他を持つことのできるのは事実だ。これまで貧しい小作人だった百姓のうち、幾組かは自分の他を持つことができる。これは不動だと見える大地主たちの間にくさびを打ち込むことであり、わずかではあるが、彼らの力の均衡にひびを入れることになるだろう。 重臣たちや大地主、五人衆たちの結束は固い。何か新しい事態が起こると見れば、派閥を超えて協力し、現状を守るために立ち上がるだろう。一例を挙げれば、彼らは兄上を反して俺を藩主に直した。理由はわからないが、彼らにはそうする必要があった。必要ありとなれば、 彼らは藩主の座をも動かすことができるのだ。遺跡川の水を引いて神殿を開くことが俺の第一の仕事だ。と正春は言った。工事の備えができて、はじめの桑を入れるまでは極秘であれ。彼らに気づかれたら潰されてしまうぞ。正春の計画を知っている者は、モンドノショを入れて、 五人だけであった小野田武夫上さ義平猪狩又五郎栗山力であるもちろん江戸屋敷における側近の若侍たちで札さだけは25歳の最大者だが他の3人は23か死のそれも次男三男という身軽な独身者であった。 札は散歩栗山は農耕地造成小野田は堤防工事門戸の将は測量猪狩は連絡と記録というふうに分担を決めそれぞれ専門家について勉強した門戸の将が学んだ高橋和光は東両国に住む地理学者で名高い伊能忠敬や 幕府の展望型の高橋義時らとも親しくオランダ流の測量法で知られていた苦心したのは渦中の人たちに気づかれないようにすることで勉強そのものはさして難しくはなかった中でもモンドノの分担である測量法は理論を抜きにし器具を用いて実地に計算することを主にしたから 2年ででそののの修行を終わわり小野田の分担である堤防工事の授業にも加わった高橋和光には席の思案として書き残された古文書を見せたがわずかな誤差があるほかほとんどそのままでよかろうという判断を得たし最も大事なのは堤防工事だと言われたからであった。 二股と呼ばれる山裾の一部に飲み小屋を建てそこを工事のための本拠にすること妊婦の3分の2は髪型で集めること雪のあるうちに測量を終わり春3月には桑入れをすることなど入念に計画を検討した上モンドノショは密かに帰国したのであったそして仁山村へ行け と言ったのは正ルであるし、モンドノショもそこが一番確かだと思った。しかしついてみると、千円は何も知っていないようだし、席を作ることには反対の態度を示した。モンドノショの知っていた千円とは人が違ったように、保守的で頑固で用心深く、引っ込み思案な老人になっていたのである。 けれども、二山村の助力なしには手も足も出ないので、門戸の将は事の始終を詳細に語り、藩主の苦心をも説明して了解を求めたのだ。着いた夜はもちろん、二日目にも三日目にも老人を捕まえて話さなかった。お前様には負けた。と三日目の夜、千円は、 隠居所で酒を飲みながらついにこう言ってため息をついた私はもう年なので体もなまってきたし気の張りも衰えた利欲の絡んだいざこざや文在の対面という馬鹿騒ぎには関わりたくない誰にも煩わせることなく静かに余生を送りたいと思っているだから 直接お役に立つようなことはごめんこうむるが陰にいてできることならお力になりましょう。いよいよ困った時には双願寺を引き出すがいい。この程度で私は勘弁していただきます。モンドの章は抵当して礼を述べた。